お疲れ様でーす。スーパードライ。Another week, another day, another hour since you went away. And so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you could just say my life's going. はじめまして。よろしくお願いします。ハリケーンと申します。いやーかっこいいなー。すごいっすね。失礼します。すごい。チアちょっとお借りしたいです。
it seems I never dreamed that I would figure out that there are things that kinda bring you to a screeching stop. There's no way to save your heart, you just gotta play your part, and it will turn out all right. ありがとうございます。どうも、岡田花ちゃん。はい、自分で作ったこんにゃくの写真みたい。おいしそう。美味しい。ありがとうございます。乾杯しました。はい、じゃあ、岡田今日一日よろしくお願いします。ありがとうございます。あー、うまい。まさか生が飲めると思ったそしてね、いただいたねこんにゃく、うまいやつだわ。うまっ生の YouTuber の撮影見では、おかわりいただいたこんにゃく、うん、うまっ。みんな休みです。いただきまーす。うん。新潟あれですよね、ナスの漬物うまいっすよね。いますよね。うん。あ、これ好きなやつだ。これ好きだ。これ大好き。違うけど。でも仲良いですよ。うん、それがいいっすよね。なんか美味しそう。あ、どうも、猫色チャンネルです。どうも、はじめまして。はじめまして。こんにちは。ちびキャンさんも揃ったので乾杯。乾杯ということで、お疲れ様でーす。あー、うまい。おいしい。喉乾いとった。何杯飲んでもいいっすよね。うん、ちょっとザラザラしてる三日目がね。うん、あ、美味しい。うん、やっぱザラザラ系ちょっと味がついてますよね、表面にね。うん、つきにくいけどね。
あんたたちこれ食べたことないと思う。何ですか？何ですか？田舎のもの。何ですかこれ？ズイチなんだよ。ズイチ？はい。何ですか？いただきます。食べてみた？ちょっと甘いけどさ、男の方に。ズイチって何ですか？わかんないよね。うん。野菜？野菜。いただきます。あ、煮てるってこと？下のお芋が食べられて、うん、その茎の部分、上の口をこういう風に味付け、うん、里芋はダメ、これはいいんだって、お母さん、シャキシャキしてて美味しい。九州の人と東京の人だってね、大都会、長崎から来ました。そうなの、はい、すごい。飛行機で来たんですよ、うん、飛行機でね、普通やろそれは。はい、ではですね、時間も5時を過ぎまして、もうねとっくに設営は終わって、なんとなくねこうワイワイやってたんですけども、簡単にね今日のサイトの紹介をしたいと思います。今日は新幹線でですね新潟の方に来ましたんで、非常にほぼ何も持ってきてないですね。テントの方は忍者テントで、テーブルの方はベントラックスのテーブル、横にねこちら SY ライドさんの BFF 三脚付きで灯してねテーブルランタンにしてます。でここにですねちょっと買ってきたお酒やらですね、いただき物のお酒なんかをね、ちょっと新潟の知り合いがですね遊びに来てくれて、お酒をね、あとチーズをね奥にあるんですけど持ってきてくれたので、後でねみんなで乾杯しながらね飲みたいなと思ってます。あといつものねお気に入りのマグカップとですね、あとテントの中はですね、一応シングルバーナー持ってきたんですけど、ちょっと後で使うか分かんないです。でテントの中は今ね荷物を全部入れてやってるので、かなりごちゃごちゃしてるんですけど、マットはねニーモのマットに、寝袋はイスカ今日持ってきてます。あとバックパック40リットルのバックパックと、あと今日はですねうちのちょっと奥さんに借りたですねカートの方ですね、こちら2つで荷物の方は入れてきました。あとちょっと食材なんかがね、今日クーラーボックス持ってきてないのであの辺にありますと。で実はですね今日は新潟の方に来ているんですけれども、今ちょっとね外出中の方もいらっしゃるんですが、こんな感じでですね、あの奥にはですねなんと伝説の鉄板屋さんが今くつろいでます。そしてなんとですね今ね新潟にいるんですけど、なんか九州の方のですねあの方がいらっしゃるんですよ。なぜかグミ姉こと、あれ違いましたっけ、グミ姉さん、それかな、あれなんかこの声聞こえ覚えありますよね。なんかちょっとねグミ姉こと、あれそれ何飲んでるんですか、それこれ水です、これ水です、はい水です。なんかこれなんか新潟限定のビールの水です、ビール風味、はいはい。ということで今日はですねなんと九州から遠征してきていただいたちびキャンさんが来ております。はい、今日はねあの飲んだくれ覚悟ということで、さっきヘパリーズを飲んで飲んで、ね、もう準備万端でスタンバっておりますんで、はい、この後ね揃ったらね宴会の方やっていきたいなと思っております。それではまた皆さん後ほど。つまみをね作っていきましょう。よっ。いやつっても別に大したもんじゃないですよ。行きのねスーパー何でしたっけ、魚六で買ってきたベビーホタテ、このままもね食べられるんですけど、今日はなんとバター王子ことやみつきさんを継承してですね、バターでちょっとねこれを軽くね醤油でやっていこうかなと。悪魔の調味料です。バター入れれば何でもうまくなるっていう、 そうですね、これこういう気がするけど、まあいいか、多ければ多いほど確かに伸びは増すんですよ
デブミモ。あーもうこれだけでうまい。もう犯罪。もうこれだけでうまいわ。有罪。有罪。もう3秒経ってるけど。暗号の下をこうやって使うのもいいっすよね。あ、そうそう、だから軽くね、焼くぐらいだったら、うん、軽く醤油をですよ。わ、いい匂いしてきた。風向きでこっちに行かないと思う。こっちに全部来てる。めっちゃ、あ、いい匂い。風向きでこっちに行かない。よし、完成です。ホタテ、ベビーホタテのバター醤油炒め、いただきます。何ですか、ホタテ。ベビーホタテのバター醤油炒め、美味しそう。いただきます。いただきますって言って。あ、うまい。あ、うま。私もいただきます。かっこいいね、これ。ダイソーとも、そう、よくわかりましたね。ナンガと間違えませんでした。いや、今一瞬ナンガかなと思った。うまい、おいしい。てか、その生のままそのまま食べる。いや、これ生で刺身用なんで、うん、一応ね、一個分ずつ残しておいたから、これそのまま、あ、なるほど。ありがとう。あ、めっちゃおいしい。ありがとうございます。あったかいし、あ、うまいな、うん、やっぱあったかいもんね、うん、うん、食いたいですね、うん、風味爽快にして、新潟限定のチビさん曰く水だそうです。いただきます。美味しい水。美味しい水、うん、天然水。天然水。新潟の天然水、うん、新潟の天然水。新潟って何山が有名ですか。阿波スモンですかね。阿波スモン、妙高。あ、妙高、そうですね、うん、じゃあ、あの南アルプスの天然水張りに妙高の天然水。ちびキャンさんが買ってきてくれた日本酒を飲もうと思います。何でしたっけ、はい、これは、これは Ready, Lady, Ready Ready, Lady, Ready です。うわ、発音がやばいですね。 Ready, Lady, Ready And Ready。 じゃあ Ready, Lady, Ready をね、はい、いただきたいと思います。あー、ついなのに。あ、おそろです。もしかして、はい、お疲れ様です。いただきます。あー、確かに飲みやすい系ね、うん、女性用でもそんな甘くないですね、うん、で、それに合わせるつまみがですね、これ見なくないですか。全然見ない。何ですかこれ。これね、マグロの昆布締めで、上に、美味しそう、めっちゃ美味しそう。そう、これちょっと 見かけないお刺身があったんで、マグロの昆布締めっていうのを売ってたんで、ね、しかもこれ何でしたっけ、なんとか昆布、なんかこう削るやつ、まあ、もうこう削ったね、昆布がね、とろろ昆布だ。え、嘘、普通のやつやん。そう、とろろ昆布がね、なんか乗っかってるやつ、ちょっと美味しそうだったんで買ってきたんで、これをね、つまみに日本酒入れたいなと思います。なんか結構スーパーがいろいろ違って、中身が、そうそう、これどうやって食べるんやろみたいなのもありましたよね、うん。どうぞ。あ、来た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 。うわー、来たー。 うわ、うまそうな匂いするこれ。例のごま油ですね、これ。ピカチュウのごま油。確かにピカチュウの柄入ってた。よし。こんな感じで。めっちゃ美味しい。美味しいですか？うん。いただきます。日本酒にバッチリ。あ、うん、うん、この昆布がいいわ。うん、トモさん、今我々日本酒に移行したんですけど、いいっすね、これスタンレーに行く。行っちゃう、行っちゃう。なんかもっとちっちゃいな、なんか入れるけど、おいしい、おい、しい。あ、そっ。意外と早かった。入れた。あんたん入れたら。俺甘口そんな得意じゃないですよ。ちょっともらっていいですか。思ったほど、あ、すいません、思ったほどは甘くなかった。ちょっとまた、じゃあ、ちょっとね、すいませんね、ちょっともう、ありがとうございます。入れる入れる。ありがとうございます。はい、わーい、
日本酒って入れてもらうとき持ちます？こういうの、まあ、どっちでもいいんじゃないですか。持つった。ワインはグラスをあんまり持たないです。あ、置いといてね、うん、マジうめ、うん、いやでもさ、なんか餃子食べたらまたビール飲みたくなっちゃうね。そっか、だけんビールを残してあんの。うわずる。ちょっと取ってこよう、うん、じゃあトモさんがトモパンで焼いてくれた餃子いただきます。おいしい。うまいっしょ。めっちゃおいしい。これね、うん、100円の餃子でもね、あの100円で10個ぐらい入ってるやつでも、うん、すっげえ上手にうまく焼くんですよ。あ、この鉄板のあれで、鉄板の多分蓄熱性なんですよね。鉄板がすごいんだろうな、うん、これ鉄板だよね。鉄板で餃子も鉄板だよね。おお、うん、飲みたい。こっちに普通に一回もらって。え？さすがグミね。え、そういうこと、え、なんでですか。いや、これ開けずに次行く。なんでいちいち開けるんですか。マジっすか。いや、僕ちょっと開けようかな。グラスがないですか、ね、いや、なんかあるんですけど、うん、まずね、まずはじゃあグミねから。まず日本酒は常温で。ありがとうございます。銘柄見せながら入れるのがね、おつです。そうですね、美味しそう。ありがとうございます。いただきます。じゃあトモさん、僕もいただいていいですか。ちょっとこの辺で、諸事情によるこの辺で、はい、宗教上の理由、はい、宗教上の理由で、はい、ありがとうございます。トモさん入れます。早い。あ、すいません。フライングもいいところやってた。めっちゃフライング。グラスさん、ほら上げたから早い。ストップって言われるまで。そうそうそう。じゃあここね、こう上にね、あげた。そう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 。うまいっしょ。めっちゃおいしい。うまいっしょ。じゃあちょっと改めてね。あ、じゃあ、はい、はい。なんか一人だけだけ、まあ、まあ、先にちょっとフライングした。全然わからん。はい、どんな味だろう。俺が一番飲んでる。楽しみーで、うん、あ、全然違う。レディーと。あ、うま、うん、やっぱり日本酒は辛口だよ。おいしいおいしい。辛くとしとる、そして。辛くとなんぼの。とろっとキリッとよ。トロッとキリ表現がね、独特っすよ、ね、私だったこのね、せっかくチビキャンさんが来てくれたんで、ね、新潟の岩の花、岩の原ワイン飲ませてください。みゆき花買ってきたんで、はい、ぜひね、すごい待ってる、すごい待ってる。はい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 。匂い嗅ぐ。子供は匂いしか嗅いだらダメだよ。いや、だい、あ、美味しい。いや、もうここ最高っすよ。生ビールとつまみのこんにゃくの時点でも最高でした。美味しい。あ、美味しいでしょ。美味しい。はい、我々あんま濃いですけど、いい客商品ですね、これ。いや、めちゃくちゃいいっす。静かだし、冬季閉鎖しちゃうから。あ、そうなんですか、うん、もったいな。雪が積もって、もう11月末までめっちゃ美味しいです。美味しいでしょ。美味しい。え、めっちゃ美味しい。美味しいでしょ。あー、トモさん、つぐつぐつぐ、すいません、私期待が低かったけど。あ、そうそう、ここね、こう一応宗教上の問題でここでストップ継がないと。あ、めっちゃ美味しい。あとね、チーズをいただいたんで、スローモーションで。それだから。おお、最悪やん。それ、それね、やみつきさんって言うんですよ。あ、ほんとかっけー、これ。よし。色が変わってる。香りの部分。なんか、なんか手が炎上がってるよね。炎をイメージしてるんですね。炎が上がってる、すんごい。なんかこのちょっとすごい上がってる。あの、なんかすごいグビさんが邪魔してくる。I'm afraid that I've lost you. Because you hide from me. バイ要素しかない。いや、まずね、これが個人的にめちゃくちゃ欲しい。でもまた新しいの出ますね、岩戸がいい。私は泣かないから。あ、泣くよ。あ、泣く人。こっちこっちこっち。すぐ泣く。すごい。
感情移入度がすごい高くて、あでもね俺もね年になってから映画とか見るとすぐなる。そうそうそう、ドラえもん泣いたもん。あドラえもんアンパンマン泣くわでもねアンパンマンすげえ泣きますよ。アンパンマンの映画でマジ泣いたから、はい、うわーかけるキリンザン来たかける、とりあえずかけるが話に入りなさいよ。ちょっといただいたこれレスアミューズなんて読むんですか、ちびさん。え、日本語？ちちちち、普通にレスアミューズなんですか。日本語？ちょっと待って、裏に書いてないかな。あ、レザミューズズグール。オフランスです。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、はい、はい、はい。あ、プライベートか。なんかプロでちょっとバカにした顔してますよ。プライベートプライベートキリンザはキリンザはキリンザ変わんねえ変わんねえスープードライバカにしてないもう一回言うスーパードライお願いします。スーパードライスーパードライ変わんないっすね。一緒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 。やっそう。いやいや、ユジさんとチビさんは今変わんないよ。女性の朝日スープフライ。一緒。むしろユジさんの方がもう、そう、ユジさんの方が雰囲気あるよ。そう。朝日スーパードライ。そう。やっぱ気持ちがね。はい。絶対焼けるっちゃう。これモフモフ焼けちゃうから。そう、もう焼けちゃうから。向き向き向き考えて、向きちょっと横にするとかさあるじゃん。YouTuber でしょ。考えて、動画のトレーラーかとか考えて。考えて。考えてよ。見て。うん、見て見て見て。え、じゃいいよ。はい、見てみる。こういうことやっけ。そうそうそう。やって。うわーやばい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 そう、ちょっとねそれダメダメダメ、持っちゃダメ持っちゃダメさっき現金だからおい、かけるかけそのライダーそんなに教師チビさん奇跡的に今すぐ最高だ、この景色は。いやでもさ、なんか普通にさこう道端に寝っ転ぶこと自体がまずないし、ああ流れ星、流れ星、なんでだよ、前に出たじゃん。横見とったハリケーンさんの誰の顔見てる、誰の完全にもう暗闇さ顔見、ハリケーンさんの誰の横顔見てた、なんで高校生か、女子高生か、この暗闇さ、私は女子高生、いやでもね、あの辺前に出たよ、真上ぐらい。だから。なんで見てないんでしょ。いや横見とったけ。
Your attention. Dearly, my friend, will you please